私には安息の時も場所もどこにもないのね。どうして私だけがこんな目に遭わなくちゃならないの。永遠にこんな目に遭い続ける私がそれほどのどんな罪を犯したっていうのよ。さあリカちゃん、 今度こそ話してもらうぜ。ウジ虫病の特効薬はどこにあるんだ。この喉の奥からボロボロ湧いてくるウジ虫はどうやったら治るんだよ。<笑>なら教えてあげるわ。特効薬はここよ。どこだよ。どこにあるんだよ。早く出せよ。喉の奥からウジ虫が溢れてかゆいかゆいんだよ。 ここよ。私の頭の中、私の頭を割って脳みそをすすれば治るわよ。ああ、そこか。そこにあったのか。本当に悪い夢ならどれだけ幸せだっただろう。 望んでいるのはそんな些細な。